作業の終わった交代要員たちは手や体を十分に水洗し測定器で検査を受けなければなりません。持ち込んだカメラに規定よりも多い放射能が測定され、直ちに持ち出し禁止にされました。次々に着替えられる作業員の処理で洗濯工場もフル回転。チェッカーで現場に入った時と出る時の放射能の差をメモリで読んでカードにメモします。そして出入りの人員を点検するなど安全管理が厳重です。現場にあったようなんですけどね、ただ私たち知ってますけれども、今28ですね。そうですね、別にまあただこちらが非常にそういう放射線の管理に対してですねうるさいところですからね、ただまあ気をつけてやってるだけで、まあ、そういう管理が徹底してますからね、その指示に従ってあれば別に危ないこともないですし、まあ、かぶるよりはかぶらない方がいいですけれどもね、まあ、仕事としてはやりがいがあるってことですね。いろいろ問題もあるんだろうけど、まあ、我々としては誇りを持ってやってんじゃないかなこの定期検査の間に日本も加盟している国際原子力機関の査察がありました。その目的は原子炉が軍事力に転用される恐れがないかをチェックするもので、日本原子力発電会社では今回の査察は国際的に見ても行き過ぎたものと問題にしています。この査察のために定期検査の作業が24時間ぶっ通しとなりました。